田内閣支持率25%って2割5分って言ったらまあまあの中堅打者じゃないですかこれいやまだそんなにいるんだね25%ねいやあのね我々商売してるものがねなんとか利益を出してそして多くの人が求めてるものをそういった商品を提供している中でもう困るんだよなこういった邪魔ばっかりされると税金増やしちゃったらそれは商品売りにくくなるじゃないですか 商品のクオリティ上げても上げても、増税が追い打ちをかけてくるわけだから、もう追っつかないですよ。で、何賃金何所得倍増誰の所得倍増なんだって。誰の。全然倍増してないよ。あ、所得倍増ってなんと1倍のことか ?1 倍のことなんですかね。確かに1倍ならもう達成してると思うんですが、所得倍増したのは総理になった岸田さんだけじゃないですか、これ。あ、息子さんもなんか、給料上がったんですよね。うん。 楽だよね、楽。羨ましい。まあ、こっちはね、血で血を争うブラックロードをしても、なかなか手取りが14万ですよ。ねえ、その中でね、何適材適所いや適材適所で自分の息子を政務官に添えたんだとかね、秘書官に添えたんだ言いますけども、じゃあ何かロスジェネ世代はそれが適材適所だっていうのかどういうことだどういうことだというふうなね、まあ、そんな心の声が、 聞こえてきそうな昨今ですけども、やっぱりね、悔しいですね。年の瀬、年末が迫る中、もっともっと豊かなお正月を迎えたいなと思いながら50になりましたよ。皆さんどうですかなんだ一つ手を抜いてない。何一つサボっていない。なのになんでこうなっちゃうんだろうか誰が邪魔をしてるんだろうかまさかね、中国共産党が しゃしゃり出てきて邪魔をしてるとも思えないし、どっかの宗教組織が私たちの暮らしを壊してるとも思えないし、じゃあ一体誰なんだと。ね、政治か。誰が政権を担ってるんだ自民党か。これやろう。自民党、どうなってんだ岸田、楽になんないじゃないか。岸田総理、広島にいて熱々と語った時え、そしてね、私たちの目を一人一人見据えて語った決意は、今どこに行っちゃったんですか ね。ぶんどるだけぶんどって言って、どうなってるんですか記者さん、頼ますよ。我々、国民のために、県民のためにやってくれたじゃないですか。なに、どっか雲の上行ったら、そうなっちゃうんですか。困ったもんですよ。